闇の竜。え？あれ？戻ったんすか？戻っ、おー！マップすげえ！今一瞬しか映らなかったと思うけど、マップすげえよ。伊達にセルギウスは守る姿を変えようとし、それを守るに闇の竜を決めた。いろいろ飛ばしたね！あのさ、一つ言っていい？俺一つだけ言うわ。三将軍どこ行ったんや？ゴレオン、ギュメイ、ゲルニックどこ行ったんやろ？今までの魔王戦でちょっと怖いのが、敵が強いことなんですよ。あの敵が強いことっていう語弊があるんですけど、僕の知ってる敵の強さより強いことがちょっと怖いんですよね。だから、超火力で抑え、モンマスだと、今までなんかね、モンマスでやってたら、超火力で抑えてたりしたことが結構あったんで、それが怖いところでございます。なので、つばぜを仕掛けます。勝てばいい話ですからね！いやー、一人の、あ、HP5000 なんだ。あれ低いね。なんかさ、なんかグレイナルの方が高かった気がするんだけど、バルマスちょっと弱、なんかグレイナルより弱いね。HP は5000のまま据え置かれてんのか、お前。OK! 悪魔スペード！バズちゃん！さあ、今回魔法使いに参ります。というわけで、魔法使いの、魔法を使いませんね、これは。メンツ見りゃわかると思うんですけど、魔法は誰も使いません。ほとんどみんな物理でございます。よろしくお願いします。行くぜ！魔力を乗せて、フールストライク！あ、よいしょ！よいしょ！いいね。打点は取れるから、とりあえず。ただ攻撃怖いな。大丈夫かな、ジオスパークとか。鉄球魔人とかやばくない？ 300 くらい食らう？あ、食らうな、やっぱ。やっぱ食らうな。さあ、大鉄球しちゃったけど、振り回すのがいいかな？これは振り回すのがいいな。いや、さすがに、なあ、どうしような、もう。今回、賢者の石みたいな回復がないから、ダビエルの5発回復になっちゃうんだよな。基本的に大魔王は、多分ラビエルに頼ることになるんじゃないかなと思ってるんですけど、回復度上ね。守備力軽減、ドラゴンオーブみたいなもんないし、基本的にラビエルが安定かな。火力出すんだったら闇深く悟りかグランドエミラー。まあ、ただ、一品プレイで、そこまでする必要はないんだよな。さあ、削り切れるか。とりあえずまず、とどめ圏内。次のターン、つばぜり合いして、それ次第だね。振り回す。OK!オッケー、いいよ。さあ、問題は、蛇竜の羽ばたきか。これはちょっと嫌な予感がしません。受けていいよ。いいね、いい、受け。鉄球マジン受けた。鉄球マジン受けた。さあ、来ました。いよいよつばぜり合いです。今までつばぜり合い、まるでありませんでした。いよいよつばぜり合いございます。さあ、レジェンドクエストないんだね。最後のつばぜり合いみたいなもんですよ。行くぜ、全集中の呼吸、つばぜり合いの方、行くぜ。全集中の呼吸、ダメの方。なんで全集中の呼吸ダメの方使った今。おいやー、いいさ、あいさ、こー。それでよく買う、それでよく買ったな。結局ね、ご利用しですよね。結局ご利用しっすよ。レジェンドクエスト9とは一体何だろう。もうレジェンドクエストさ、僕さ、ずっとやってきたのにさ、つばぜり合い相変わらずなんだよな。とりあえずラビエ使っとくか。あ、いや、待って、これね、ネビラの方がいいかもしんない。ワンチャンイテツカードを連打されてグダグダ持ってかれるより、イテツカードでグダグダ持ってかれるのが負けすぎてるでしょ。じゃあ、グランドメニューの方がいいわ。いや、全然効かねえ。全然効かねえよ、ウケる。まあ、しゃあないわね、HP が。とりあえず、ここで一発当てて、もう勇気回収して、とどめ打てますね。ただ、怖いのは、いてつかどう。とりあえず、いてつかどうが怖いけど、まあ、いてつかどう打たれたら、削り切りに変更ですね。いきます、トップ何をしとるか、いくぜ。何してんだよ。弱点はついてるけど、違うんだよ、おめえがやってることは。いやー、動いちゃったね。いてつかどうだったらやばいよ、次。イテツカードだったらダメだよ。言っとくけど。はい、出た。おめえの考え読めてるわ。おめえの考え読めてるわ。そろそろ来るだろ、待ってた。だからネビラ撃ったんだよ、わかるか？だからネビラ撃っといたの、一応。イテツカード連打されて負けに持って帰るの一番嫌だから、俺。いいよ。てか、5000削り切れるのかよ、このチーム。バルボラスの5000削り切れるんだ。すげえな。このチーム、火力。あ、国欲の爪だ。おや！
やっぱお前はクソドラゴンや。やった。やっぱお前クソドラゴンや。トウカさんも言ってた。うちの友人のトウカさんは言ってました。こいつのことをクソドラゴンと言ってました。いやーもうクソドラゴンですわ、これは。これはクソドラゴン。よかった。もう勝ったのを確信して煽ってますからね、僕は。よかったよかった。もう振り回すして、オーバーキューして終わり。いいよ。はい、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 はい。はーい。意地を見せるな。なんだこれ。なんか今回みんな意地見せてるね。さて今回はですね、足を組んでいます。飛び立ちました。行きましょう。モンバット界800分の1、エロ担当ラビルです。来ました。ナインのね、ドラゴンクエスト9、800分の1、先生の色にエロ担当。相場ではね、5000円を、ね、超える金額で取引されました。まさしくエロ担当でございます。ラビエルがダビエルに最近エロエロ言ってる気がする。行くぜ、サナダロ、あ、ズッキュン。なんなんだこれ。ラビエルの紹介が雑すぎるんだよな、基本的に。僕のチャンネルのラビエルの紹介雑すぎんかね、少し。まあ、そらそうなるわ、よかった。こんなとこでつまずいてられないっすよ、こっちは。よし。いや、あとはラストやな。星空の守り人、タイトル回収しちゃったよ。つかさ、一つ言って、宝の地図あんなに言ってたならさ、エルギオスとかさ、目じゃないと思うんだけど。ギリメカラとか戦ったんじゃないの。いや、エルギオスでよっぽど強いやつらと戦ってきたと思うんだけど。来たよ。最後ですね。14章。だから14章になってんじゃねえかよ。来たか、エルギオス。ちょっと怖いっすけど。モンマスでいきます。ちょっと怖いな。火力がめちゃくちゃ高い可能性があるから、怖いんすけど、それでもちょっとモンマスで。最後はモンマスで。やっぱ、レジェンドクエスト最後はモンマスで。いきます。さあ、ラストですよ。この神 BGM 引き下げて、ラストのレジェンドクエストの最後の試合を、ここはモンマスでクリアしたい。8では、8の最後は、キースドラゴンで入れてクリアしたんですよ。ちょっとあれ僕、個人的に感動してるんですよ。なんで、最後のレジェンドクエスト、やっぱモンマスでやりたいなって。とりあえず、でも死に技ちょっとあるんで、ちょっとこれ怖いですね。死に技あるんで、ワンチャン攻撃技の方がいいかもしんない。オーケーいいよ。打撃対戦はないからね。打撃対戦はないから。赤目じゃない限りし、ね、天使の断りを教えてきた。これ状態上もあるからな。状態上あるよ。いやー、さすがに硬い。こっちも硬いよ。オッケー。行くぜ。あいおさぎのアイスマンドラゴちゃん。素晴らしい。ここで天使。ここでセナリオに行きましょう。さすがに天使のことあり、プロトキラーあたりがだいぶ経験したな、今。てか、打撃体制なかったらえらいことになったぞ、これ。打撃体制あったからさ、全員。全員打撃体制あるからあんな感じだったけど、これ、打撃点なかったら選ぶんじゃないか。ナイス、カップちゃん。それいいよ。そのフィジカルいい。めちゃくちゃいい。50% を引いていく。カップちゃんが、まず。怒り、ゴー、ちょっと待って。カブトこそ打撃点あるよ。バカ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 。やめろって。やめろって。やめろ。やめろ。外れたー。もう、どっかの1200みたいなことしやがって。かぶとくぞ。ナイス、ここで意地見せた。意地見せた。ここの意地でかい。さあ、ここに一回ね、聖なる色に回復入る。それで、今、勇気、だいぶ、これワンチャン3段で溜まる。その回収の出方なら。いやー、さすがに厳しいかな。あ、いてはか。ここいてはか。え、待って、これどうなる。これさ、マダン、これさ、マダンテで知らね。こいつ、だいたいなんかさ、アーケード版だったらさ、なんかさ、普通のバトルロード版だったらさ、マダンテあるよね、君。マダンテで死なない？これ。マダンテで死ぬので、ね、まさか。ここのイテハは嫌な予感がする。次何？マダンテ飛んだら死ぬ？もしかして。どうする？マダンテ来たら気合で耐えるしかなくなっちゃう？4ターン目。わかんない。勇気が溜まったよね。怒りくん。
カブトごと送ったも1200です。サイド。よし。カブト小僧が意地見せてんだよこっちは。なんか新たな相棒みたいな。ああ、カブトちゃんまで、ちゃんまで。みんなちょっと待って。え、待って。もう一回死んだした？今回みんな会心出した？なんかお前らみんな会心出した。みんなミスも出した。まあ、みんな見せ所できたね。じゃあ、OK です。最後はこいつで締めようや！DLC! イザンくん、リッカー！本当は覇王さんの方がいいんだろうな、なんかいろんな意味で。でも俺はちょっと演出意識したいから、呼び込みお願いね。行くぞみんな！みんなの力を集結させてエルギウスを倒す！これマダンってなったら本当にやばかったか？打天使の怒り2発で済んだからいいけど。よし、みんな来い。エルギオスを倒すんや。みんなでエルギオス倒しに行くぞ。みんなでエルギオス倒すんや。行くぜ。長いんだよ、このとどめ演出。長えんだよ。行け！決めろ、つばさん！エルギオスもびっくりするで、今から。エルギオス戦っとるでさ、上から宿屋。上から3352。しかも、待って、今回負けなし？負けてないね、多分。最後、モーマスで。ユーシロビン！負けなし。A ランク！やったー！十分、十分、A ランクだ。いや、負けなしはでかいな。やったー！はい、というわけで、ドラゴンクエスト9のレジェンドクエスト、無事クリアすることができました。一番長かったまあ、とりあえず、一番長かったわ。14勝コースだったから一番長いんですよね。まあ、言うてしまえばね。はい。ね。まあね、原作再現も、もう、そこそこあったながら、いろいろ飛ばしたのも相変わらず。で、最後は巻きなしになったのも結構なんか良かったっすね。まあ、赤目がなかったのはでかいかもしれないね。なんか竜神王だの、ダークドラムだのさ。わけわからん連中はおったけど。いやー、もう、ね、こう、レジェンドクエストを一通りプレイして、ま、正直でも楽しかったな。普段と全く違うね、敵がいるじゃん。HP が高いとか、敵の能力が強いとか。だから、全然違う遊び方が、できたのは、面白かったなって思います。はい。で、レジェンドクエストに関してはですね、動画上ではまたやるかどうかちょっと微妙なとこなんですけど、また生放送とかで遊んだり、ね、していきたいと思います。で、DLC もね、実はまだ全部撮っていませんので、これは裏でね、モンスター集めてね、紹介動画とか上げていこうと思います。はい、というわけで、レジェンドクエスト、無事全部のクエストを初見クリアすることができました。いや、これでね、なんかね、このゲームをめっちゃ楽しんだ気がする。いや、それまでも楽しんでたんだけど。はい。じゃあ今回はこれぐらい終わりたいと思います。まあ、まだね、動画の方は続けていく予定ですので、まだもうちょっとお付き合いください。ありがとうございました。